毎度皆さんこんばんは、秋葉ことあきひろです。今日はね、焼肉やねんけれども、どっちか言うたらお手軽な焼肉で一人晩酌をやっていきたいと思うねんか。ということで、まずは乾杯ということで始めていこう。いやうまいね。ね、焼肉の、なんていうの、晩酌するときに、ね、いつもその何食材移したりしてるけれども、今日はこういうスタートで行くね。なんでか言うたらね、今日の焼肉は、そんなになんていうの、肉の岡山さんとか、そういう高級うどんとかじゃなしに、ほんまにどこのスーパーでも買えるやつ。だから、皆さんもお手軽に、なんていうの、焼肉できるよっていうようなパターンの焼肉でやっていこう思って。でね、まあ、これがね、もともとの一人焼肉といえば、この、ミニグリルプレート。これでやっていこう思ってね。で、今日はね、お肉はね、これ、牛肉のこんなん売ってるやん、スーパー行って。スーパー行ってね、これがね、500円か600円やって。ほいで、鶏肉のこんなんあるやんか。それと、あとはね、もう豚肉。豚肉のね、この生姜焼き用のやつ、こんなん売ってるやん。で、お肉はね、もう一応大体こんなもん。ほいで、こないだね、あれ、なんか、生ライブがやって気に入ってる、このウインナー。このウインナー、ウインナーがね、なんやねんから、これパリッと朝食言うて、これね、なんか結構スーパーでは人気らしいわ。量が入ってね、量が入っとってね、パリッと食感の美味しいパリッと朝食、また探してみて。で、それがまあこれやねんけれどもね。これで、ね、基本の野菜はもうこれだけ。もうもやし、もやしはな、なんていうの、庶民の味方や、安いし、なんか値上がりするとか言うてるけど、それとちょっとお口直しに、これ中華クラゲ、こんだけ。だからお肉が牛肉と鶏肉と豚肉ね。これで野菜がこのもやしとこの中華クラゲね。それとウインナーがこのパリッと朝食ね。こんだけだけ。これで今日はね、つけだれでね、まあこれがいつもの我が家は焼肉屋さんやね。これで前々からね、焼肉するときにやりたかったんやけど、これごましゃぶのね、ごまだれですわ。ほいで、まあ今日はこれだけねんけどね。ほいで、いつものこの我が家は焼肉屋さんに、今日はこれでよ。前に成田さんでいただいた、このなんていうの、コチュジャン。チョジャンじゃないし、コチュジャンね。チョジャンは生千枚のタレやんか。その生千枚のタレの原材料っていうか、どんな料理でも使えるコチュジャン。これを入れる。これをここに入れる。たらーっとこう入れる。で、ほいで、ちょっと入れすぎたかな。ほいで、こうちょっとこうかき混ぜて、あ、ドロッとするわ。ドローっとした感じで、マイルド。うん、感じやね。そういうことで、早速、ほんなん焼いていこうかはええけど、もう一回ビールで飲もう。ビール。うまいねー。うん。ほな、早速いこう。早速な、お肉時間かかる。これ鶏からいこう。鶏肉結構時間かかるからな。こう焼いていく。ほんまにね、どこでも売ってる、どこのスーパーでも売ってるね、安い言うたらまたね、鶏さんに失礼やねんけれども、置いていって、でちょっとこれ整理するやろ。整理するのはええけど、ちょっと待って、ビール入れるやろ。ビールを入れて、これここ置いとくか。んで、ちょっとどいて、これこっち置いとこうか。で、まずはこれいこうか。中華クラゲ。これ、中華クラゲね。中華クラゲで晩酌は定番やもんな。中華クラゲ、こんなやつですよ。これ。うん。これも、これでうまいな。ビール。うまいね。このね、中華クラゲもほんまどこのスーパーで持ってるやん。なんていうの、生千枚いつも僕食べてるやんか。生千枚にこう、勝るとも劣らないこの食感というかな。さすがに生千枚の方がコリコリしてるけど、言われてみたら同じようなコリコリ食感で、これはこれでうまいよな。うん、ええわ。このさ、でもスーパー行ったら、なんていうかな、あ、せっかくもやしあるから、もやしもいけとこ。もやしちょっと待って。もやし、これやる、これで
もやしね、あんまもやしって食べませんやろ。食べませんやろって食べへんのかよな。もやしはね、ほんまね、栄養も高いしね。で、なに、値段も安いし、ええわな。うん、ええ感じで、ええ感じで、うん、で、今日なんでね、こういう焼肉しよう思ったんやったら、ほんまに気軽に、いつもみたいに豪勢にね、焼肉の段取りするのも、めんどくさいなと思ったし、ね、天ぷらもな、この間食べたしなと思って、簡単に焼肉っていうか、肉な食べようかなと、ほんまはね、どっか外食しよう思っとってん。だけど、外食しようかな、まあ特にな、出ていくのも、だるいしなというふうになっていったら、だん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 、あ、もうええか、家でやんな、焼肉でもやろうかなと思って。ほんで、今日のこの晩食になったんやけどね。で、まあそのね、豪勢にやるんじゃなしに、どっちか言うたら、あれちゃん、今日焼肉でも結構安かったで、ね。ちょっと待ってや。これが、何べた？これが、あ、これちょっと高かったな。これが602円。うん。これで、なんや、若鶏が300円。これで、どこ行った？生姜焼き用の豚が360円。だから何もや。500なんぼと300円と360円やろ。だから、お肉だけで1100円か。お肉だけで1100円。まあほんで、あとウインナーと、ウインナーね、パリッと朝食のウインナーともやしやからな。ちょっとだいぶ経済的やと思うわ。だからね、ほんまに皆さんこのホットプレートだけ買っていただいたら、こう、今日今日僕がやってるこの晩食は気軽にできますんで、またよかったら真似してみてください。ということで、返すか。ええー、なってるやん。このね、ほんまミニグリルプレート久しぶりやねんな。なあ、一人焼肉の原点がこれやもんな。僕にしてみたら、ミニグリルプレート懐かしいな。うん。ほんまええでしょ、このミニグリルプレート。何やったっけ、もう忘れたけど、1,700〜1,800円？なんで2,000円しませんね、このホットプレート。ほんま、こっからやもんな。ほんまありがたいことでは、ありがとうございます。ということで、ビール、ビール、あ、それでね、今日はビールでちょっと変わったやつあったから、今は忘れないんだけど、ちょっと次と、日本語でいいねん。だからちょっと次は、変わったっていうかな、新しいビールだから、ちょっとそれを言ってみよう。ということで、次のビール、これ言っときます。これがね、朝日の贅沢ゼロってやつ。これこれこれ、こんなやつ。糖質ゼロって書いてあるわ。朝日さんからこういう新しいのが出てたよな。これ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 。色がちょっと薄い？濃いか？どうや？あんまり変わらんのかな。こんなやつね。朝日さん。これ、最近ですか？出たん。朝日の贅沢ゼロ、糖質ゼロ、6% って書いてあるわ。ちょっとこれいってみますね。あれやな、どっちかだら、このアクアゼロと比べて、これ同じ朝日さんやんか、これ。これいつも飲んでるアクアゼロやん。これ、ね、これが贅沢ゼロで、糖質が 0%、こっちも 0% やねん。これね、アルコールがこっち 4%、それでこっち 6% やねんけど、で、今これ、贅沢ゼロっていうの飲んでるやんか、味が薄い。うん。朝日さんに聞かれたら怒られるかしらんけど、まあまあこれは人の好みやからな。うん、明らかに薄いわ。うん、薄いし、ちょっとその炭酸も控えめやな。そういうことでもうぼちぼちできてきた。早速このさ、なんか話があちゃこちゃ言ったけど、このコチュジャン入れた、これ、あ、まだかな。もう鶏はもうちょっとか。鶏用やからあかんもんな。鶏用やからあかんから、鶏用やからあかんから、もうちょっと置いとこうか。で、これいっとこう。クラゲ、中華クラゲ、これうん、うまいな。これで朝日の、贅沢ゼロです。そやな、やっぱりアルコール度数はこっちの方が 2% 高いねんけど、で、見た目はそんな変わらんかな。なんかやや濃いような気もせんことないな。で、まあまあ俺あえてしもたけど、うん、
か、うん、薄い薄いっていうか、うん、なんだろう、あんまりビールっぽくない方が好きな人にはええんかもわからんけれども、ビールっぽいのが好きな人には薄いな。いつも飲んでるアクアゼロより薄いね。うん、ということで、ちょっと待ってよ、このもやしとか焦げてきたから大丈夫、もやしね、こっちの薄い肉いけたね。これいこっか、これこれこれ、鶏肉です。鶏肉に、これこれ、我が家は焼肉屋さんにコチュジャンたっぷり入れてみた。うわー、これええ感じやわ、コチュジャンたっぷり、うん、コチュジャン入れたらうまいね、ビール、うまいなぁ、ほんま全然違うな味が。ちょっとこのもやしもいとこが、もやし、もやしね、もやしさんもちょこっとこう、ちょっともう入れてみますね。もやしも、もう焦げるからちょっと全部入れてみた。もやし、もやしもな、何にも味付けてないね。ただ焼いて、この、なんていうの、我が家は焼肉屋さんのタレのコチュジャン入りにつけてみただけやで。うん、このもやしの食感いいね。よく考えたら、ラーメン屋さんとかでもよっけ、あの、大盛りのもやしとか入ってるの美味しいもんね。もやし美味しいわ。うん、これでビール、なくなってもた、なくなってもたけど、うん、ほんまにこの贅沢ゼロは、うん、いつも飲んでるアクアゼロに比べると、これに比べると、あの、こっちの方がちょっと薄い、薄いんやけれども、そのくせアルコール度数が高いわ。同じこれ発泡酒やな、あ、発泡酒やわ、そうか、そういうことで、もう一個新しいの気になったやつがあんねん。だから、そういうことで、お肉もあんねんけども、あの、新しいビール行ってみよう。そういうことで、新しいビール持ってきた、これこれこれ、これは気になっとってん、スーパーであってんやけどね、新しいビールなのかな、これ。あの、皆さんどうですか、これは僕は初めてやったんですよ、初めてっていうか、まあ見たんが初めてかどうか知らないけどね。こんな感じ、見た目はまあいつもと一緒やな。で、これがサントリーさんやの、サントリーさんのいただきって書いてあるわ、こんなん、サントリーさんのいただき、これがアルコール度数 7%、 最高やな。でもリキュール発泡酒と一緒やな。で、香爆画量に高酵母に高炭酸って書いてある、これいただき、いただきやから、いただきます。なるほどな、どうやろな、そや、ちょっと待って、もやし、もやし先とこ、もやしを食す、うん、そうやな、感想はするだけど、もうちょっと、あの、いただき、いただきやな、いただき、うん、やっぱり、うん、僕にしてみたら薄いわ。だから、このさ、いつも飲んでるこのアクアゼロ、まあ、飲んではれへん人はね、分かれへんと思うけど、あの、僕の、なんていうの、この動画見て、これね、結構注文する人いてはったらあれやけど、これを基準にするんやったら、この、これがね、アルコール度数 4% やねん。で、で、糖質ゼロ。で、こっち側が、同じ朝日さんの贅沢ゼロ言うて糖質ゼロやねんけど 6% やねん。でも、こっちの薄いわ。だから、なんか飲み足らんっていう感じやな。で、これによく似たんがこれやわ。いただき。これも、アルコール度数 7% って書いてあんねんけど、これね。でも、このアクアゼロに比べたら、
ちょっと味薄いな。ああ、薄い薄い。うん。で、高炭酸とかで書いてあるけど、全然高炭酸な感じせえへんねんけどな。うん。あんまりでも変わらん。だから、どっちか言うたら、これとこれが味よう似てて、まだね、まだどっちか言うたら、もう一つこっちの方が薄いような感じやわ。ああ、あ、こっちでいただきね。サントリーさん、いただきの方が。だから、あの、アルコール度数は高いんやけれども、なんかその、薄いかいっていうようなイメージやな。僕の感覚やね。その、ビールマイスターとかさんとか、その、何の、あの、味をよく分かる人は、の意見は分からんよ。僕の個人的な感覚やからね。あくまでも、何ての、誤解せんようにお願いしますね。ということで、ちょっと鶏焼きすぎた。焼きすぎたから、ちょっと待って、この鶏ね。鶏焼き鶏にチャラッとこう、あ、ここにちょっとこうもやし余ってるから、もやしと連動、一緒にやって、で、なんや、我が家は焼肉屋さんのコチジャンバージョン、うん、ビール、うん、うまいね。うん、あー、でもほんまに確かに、うん、このいただきの方が薄いな。ほんまに薄いわ。薄いっていうか、薄い、そやな、薄いっていう感じかな。味が薄いっていう感じやわ。うん、なんとなくやね。だからね、入れ物はどれ、入れ物はどれが高級に見えます？これこれこれ、これがいつも僕飲んでるアクアゼロね。で、これが今日購入できた贅沢ゼロと、これがいただきやけど、どれが高級に見えるたら、なんかこっちからな、こうなんか高級さに見えるけど、僕はこれがなんか一番やっぱ飲んでるからかな、普段なんかこの2つ薄いわ、これに比べると。で、この2つの中でもこっちの方が、こっちアルコールですよ、 6% ね。こっち 7% で、あの、濃いんやけど、ほんでいつも飲んでるアクアゼロは 4% やねんけど、なんかね、アルコール度数高い方が薄いわ。うん、薄く感じるな。うん、まあそれはいいんやけど。で、早速どれでいく？あ、早速ほなこの味噌だれでいきましょう。味噌だれで、鶏肉を食す。これこれ、味噌だれをね、久しぶりに食べたかったんですよ。なんか味噌風味がええな、思って。これ、うん、お味噌、お味噌美味しいな。うん、で、タラッとつけてお味噌いただきます。うん、お前、これでビール、ね、酒飲みだからビールなんでもいいんすけど、やっぱりあれね、言われてみたらいつものアクアゼロと違うなっていう感じやわ。うん、あの、どれやった？これいただきや。これね、今飲んでるのがいただき。うん、だからね、今日飲んでるのがこんな感じで見えます。アクアゼロに贅沢ゼロにいただき、僕はどっちが言うたらやっぱりこれが好きやわ、アクアゼロ。これね、よくね、コメントいただくんですよ。アクアゼロ、どこ行ったら売ってんの、アキボーとかでコメントいただくんやけどね。僕のところもそうなんですけど、あんまりね、お店にこのアクアゼロ自体が置いてるところはないですわ。だから、僕もね、最初に、なんやったかな、通販かなんかでこれ見つけたんですよ。んで、まあまあ、ちょっと待って、さっきちょっとウィンのお店でこう、ウィンのね。これが美味しいね。パリッと食感、パリッと食感ね。これ、ちょっとこう二つ見てみると、ちょっとお手手で失礼します。こんだけも冷蔵か。んで、なんやった？あー、そうそう、アクアゼロね。アクアゼロ、だから、ごめんごめん。ごめんって、ビールに入るんでどうすね。で、このアクアゼロ自体、置いてるところはほんまに少ないです。で、僕もたまたまね、インターネットかなんかで見つけて、
なんで見つけたんやったらね、できるだけ僕糖質ゼロが欲しかって、やっぱ40回って減量とかするようになって、健康管理するようになって、ビールが好きやからね、やめられへんから、やっぱり糖質ゼロがええなと思って探してたどり着いたのがこれやったやんか。で、まあそうやから、いろんなものをその最初インターネットとかで頼んどったんですよ。これで、これうまいなと思って、なら、やっぱりさ、インターネットで買うのは、たまに買うもんやったらいいけどさ、毎日買うもんやったらやっぱり送料とかも気になるやんか。ほんで、ね、なんぼ商品が安かったかって、送料高かったら、なんやねん、やってられへん。で、ビール。んで、このね、アクアゼル、ええなと思って、たまたまね、うちの近所の酒屋さんの安売りしてるところがあったんや。そこにアクアゼル置いてて。ほんなら、最初はそこに注文してたんやんか。あー、ええわ、これとかって。ほんで、だいたいケース買いするからね。ケース買いっていうのは1ケース24回やったかな。だから、2週間おきぐらいに、すいません、今日3ケースお願いします、4ケースお願いします、とか言うて、持ってきて持ってて。で、やっとって。なら、たまたまその激安のお店がさ、閉店しはって、これ困ったなぁと思ったんよ。これ、近所の、酒屋さんに、電話してさ、すいません、うちここに住んでるもんなんですけども、そちらにこんなん置いてますかっていうふうにやったら、置いてませんって言われて、もちろんやから。置いてないからね。ほとんど置いてないわ。で、ね、どうされはったんですかっていうふうな格好でやっぱり言われるから、いやいや、近くでこんなんで、いつもこう注文してる酒屋さんが閉店しはって、いつも注文しとったんやけれども、どないかなれへんかなと思って電話したんですって言ったら、ほな、うちあれですよって、継続的に買っていただけるんやったら取り寄せしますよっていうふうに格好で言われたやんか。で、なんていうの、全然その酒屋さんかって僕のために多分取ってくれてるんやと思うわ。うん。その代わりあれやね、定期的にこう1週間、2週間おきに、2ケース、3ケースかなんか注文せなあかんねんけどね。でも、そのおかげでね、なんていうの、スーパーで買ったらだいたい150、60円か。同じような値段で持ってきてくれはんねん。配達ね。で、ケースで持ってきてくれはって、ほんまに安いからね、重宝しますよ。だから、周りのね、酒屋さんに置いてなかっても、すいません。ちょっとさ、自分でこうインターネットとかで最初はまあタコついてもしゃあないか。で、飲んで、もしこれが僕と同じように気に入ったんやったら、近所の酒屋さんに言うて、これで、ね、酒屋さんって周りにあるやん。配達してくれるっていうのかな。だいたい酒屋さんって配達してくれんねん。で、そういうとこに言うて、この、なんつうの、朝日のアクアゼロを、飲みたいんやけれども、できたら継続的に注文したいんで、取り寄せしておいてもらえませんかって言ったら、やってくれると思うよ。だから、そういうことで、ほんまにコメントをもらうね。どこ行ったら売ってんのとかあるからね。ほんまに、そういう方、もし、このアクアゼロ飲んで、僕と同じように気に入りはって、この味ええわと思いはるんやったら、近所のスーパーに言う、近所の酒屋さんに言うて、聞いてみてみ。そうやないと、それの方がいいと思う。インターネットでわざわざ送料を入れてやっとったら、ほんなもんだいぶタコつくから。ということで、いただきか。いやー、うまい。ということで、ビールの試飲は終わり。ということで、これからはいつものアクアゼロに戻りまーす。ということで、今、アクアゼロ取ってきた。だから、ここに、チャラーっと入れる。もちろんあれで、冷凍庫に入れて、凍る前の美味しいやつでね。これね、いつものアクアゼロ。これですわ。これな。まずは、いっときましょう。あー、僕はやっぱりこれが好きやわ。一番ビールに近いというか、前にも言ったか知らんけど、僕、クリアアサヒとか、金麦とか、そういう系列のビールが好きなんですよ。スーパードライとか。だから、そういうのが好きな人は、このアクアゼロ、合うと思う。うん。まあ、個人的な意見なんで、まあ、それぞれ検証をまたしてくださいね。ということで、なんつうの、もし酒屋さんとかに売ってなかったら、売ってなかって、このアクアゼロを飲みたい方は、
そういう酒屋さんに相談したらどないかなるんやでっていう風な、お知らせでございました。そういうことで、じゃんじゃんやっていこうということで、あ、そやな、これだ、あ、そやな、ちょっと待って、これ、我が家は焼肉屋さんにさ、ほんで、成田さんからいただいたこのコチュジャンあるやん、コチュジャン、これな、入れたらめちゃ美味しいぞ。うん、めちゃ濃厚になる、濃厚になる。で、ほんで、ネギ入れよう、ネギ、ネギをここにこう入れる。これで最強に美味しそうに見えるんちゃう、見えるんちゃう、別に見えんでもいいんやけど、な、これ、こんなタレで、ちなみにもうできてる、まだやろ、できてるのかな、できてるかな、このパリッと朝食っていうこのスーパーでは人気らしいわ。あのブランドのあれではないんやけどね、この間生ライブ配信やったやんか、あの時にこれ頼んだらコメントいただいてて、スーパーでおすすめの方に言われて、あ、希望それあれやで、人気商品やでって言われて、で僕も人気になって、人気になってる、気になって、うん、うまい、これこれ、パリッと朝食、うん、うまい、これでビール、パリッと朝食っていうこういうネーミングやけど、全然朝食ちゃうけどな、パリッと夕食やけど。まあそれはええわな、それはええけど、まだちょっと、うん、ようやれた方がいいみたいな。で、何する、え、中華クラゲいこう、中華クラゲな、こういうさ、コリコリ食感ってみんな好きですよね、お酒飲む人って。うまいな、ほんまうまいね、たまりませんな、ビール、うまい。毎日さ、あの暑いやんか、で、なんていうの、ほんまにねえ、どう言うたやろ、こう、12時、1時ぐらいとかでもうお日さんカンカンって出るやん。で、なんていうの、それが5時、まあ6時ぐらいかなったら、ようやくお日さんがこう静まったら、ほんまにむちゃくちゃ蒸し暑かったんが嘘のようにちょっと引くやんか、あれ不思議やよな、ほんまに。昼間ってほんまだれるけど、夕方になったら、あ、やっとこうちょっと暑さマシになったなと思うもんな。うん、ほんまにこれはもう夏ってそんなもんなん、そんなもんなんて、どんなもんなんやねん、いう話で。あ、でちょっと今日の一番の高級やね、これ牛肉いっとこうか、これも、5、600円のやつやね、ちょっとこう、ちょっと炙って、僕ね、この牛肉をこのね、ごまだれでいきたかったね、これを食べたかって、で、ごまだれここでいい、こう軽くね、軽くこう炙って、こうありませんやん、なんとかな、そのあんまり焼くっていうよりもちょっと炙るっていうのかな、ちょっとね、新鮮、まあ新鮮っていうか、今日凍ってきたっていうか、今日、え、さっき凍ってきたやつだから、そんなに必要ないと思うんやで、僕は、僕の家が生好きやから、だからちょっとこんなんもう炙るぐらいにしといて、ただな、なんていうの、よう、あの、お問い合わせをコメントいただくように、あ、希望もっと焼かんとえらいことなるで、食中毒なるでとかいうね、コメントがあるから、それはやっぱり怖い、怖いからで、怖いから、あの、あれやけど、あれやけど、あれやけど、多分おっさんやからな、もうだからこんなもんでええかい、こんなもんやな、ちょっとピンクぐらい、ピンクぐらいでええから、これを、これ、これこれ、これ、こういうのをごまの食感、ごまの味で食べてみたかったね。これで今日こういう動画を撮ることになって、これ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 、やっぱり肉の中でも牛肉は最高の食感やね。なんていうの、
やっぱり豚肉とか鶏肉とはやっぱ違うわ。あの牛さんのお肉っていう感じやな。ウェルビール。これはいつもアクアゼロか、アクアゼロやな。うん、うまい。これはうまいな。うん、これで、中華クラゲいった方が。中華クラゲ。今日はほんまにね、気軽な晩酌でしょ。晩酌でしょって晩酌やと思うわ。うまい。ビール。なあ、で、このウインナーもちょっとこう返しとく。ウインナーこう返して。あ、え、なんだこれ。パリッと朝食や。このパリッと朝食っていうウインナー美味しいよね。ほんまにうまいですよね。あの動画見てくれてる人でコメントいただいてる人が何人かいてはるんですよ。私スーパーでバイトしてるでーって言って、でパリッと朝食人気やねんでーって言って、このねパリッと朝食ってほんまにあの僕はやね、無名っていうか知らんねえかさんやってんけど、なんかそのどっかの一流メーカーさんのあの子会社さんやねんて、フードリエさん言うて、これ出てるんやけどね、これパリッと朝食、これ量がすごく多くって、これでなんでの、ほんま大きいね、一個一個が。こうやって見てもって分かれるように。これ。結構大きいのよ、これね。これで、ね、パリッとしてて美味しいね。うん。だから、僕もソーセージいっぱい食べたわけじゃないんやけど、結構お買い得やと思うで、これ。パリッと朝食。さっき言うときますわ。メーカーさんとは何の関係もないやけど、たまたま僕の個人的な意見やね。まあまあ、そういうふうにやったらこの、なんかコチュジャン、成田さんもそうやねんけどな、このコチュジャンもええと思う。このコチュジャンもさっき食べててな、入れた方が美味しいわ、これ。うん、コチュジャン、こうだから今日はこの何や我が家は焼肉さんにこのコチュジャン、これ成田さん、名古屋の成田さんっていう、これね韓国の食材屋さんのコチュジャンを入れて今日やってんのが、今日はこのタレでございます。ほんまにあれはドローっとしててええ感じ。うん、ほんま好き、好きって。なんでそこで照れんねん。このコチュジャンにちょっとネギ入れとこう。ネギこう入れるやろ。ネギをこう入れて、でこうかき混ぜるとこんな感じになりました。これね。だからこれで、ウインナー、ウインナーもいってみようか。ウインナーな。うわー、これパリッとなってね。パリッと朝食、これ。これを、これ、我が家は焼肉さんの、この、こっちじゃないな。こっちじゃいに、こつけて、いっときます。うん。うまい。これええ感じ。うまいね、ビール。うまいなー。うん、たまりませんな。やっぱり僕このアクアゼロ好きやわ、これ。ほんま、ようねコメントでいただくんですよ。やっぱり僕がこうやって飲んでたら気になるんでしょうね。アクアゼロはちょっと一回興味あるから飲んでみたいっていうコメントいただくんですけどね、なかなか売ってないよ、このアクアゼロ。うん、僕もやっぱり調べたからね、ちゃんと見える。これ飲んで、今日はアクアゼロ2本と、贅沢ゼロでしょ。んで、いただきやったっけ、これを検証したけど、一番美味しかったんが、一番美味しいっていうか、美味しいなっていうのがやっぱりアクアゼロは。うん、つうことで、ほなウインナーソーセージあるからね、これいこうか。ならウインナーな、ウインナーは美味しいよね、ほんまに。なんつうの、この晩酌をするときってさ、こう皆さん何考えて晩酌してます？
なんか喋ろうかな思ってなんかそのまま食べてもだけど、お前はソーセージ。なあ、何を思って晩酌してますっていうあの質問もぐんか知らんけど、ビール別にさ、何か考えて晩酌してるわけでもないけどね、あの気軽にさ、こう、なんていうの、今日あった面白いこと、面白くないこといろいろ想像しもって、あるいはこうテレビ見もって、はぁ、また明日も仕事かとか思いもって晩酌してる人も多いですよね。僕も含めてそう思いますよ。やっぱりなんていうかな、毎日毎日楽しいことばっかりじゃないからさ、やっぱり辛いこともあるし面白くないこともありますやんか。でやっぱりこの逆になんていうかな、面白くないからこそ逆にその晩酌でリセットっていうかね、僕もそうなんですよ。毎日毎日暑い中でもういろんなことやるのありませんやんか。でなんていうかな、そのエリートサラリーマンさんとかエリートの人とかやったらもうね、毎日毎日その儲かって面白いか知らんけども、うちらみたいなその零細企業っていうかな、一不動産にしてみたらもう売り上げとかこんなんやからもう大変なんすよ、自営業とかでね。なんかそのコメントいただく人の中では、自営イコール社長で、自営イコール社長で、それイコール金儲かってるっていうイメージがあるみたいなんですけどね。まあそれはイメージであって、なかなか自営するって大変なんですよ。うん、まあまあここでこんなん言うてもしゃあないねんけど、まあこれが、せやね、動画を撮りながら僕のちょっともう半愚痴や思ってください、うん、愚痴を聞いて皆さんありがとうございます。そういうことで、ウインナーもあんねんけど、ちょっとここで豚肉もいっときましょうか。豚肉、こういう豚肉、これ生姜焼きのやつね。こういうやつをコロッといってで、ウインナーもいっとこう。こうやってね、でも皆さんと喋りもってこう晩酌するのが僕の唯一のなんていうかな、気分転換っていうか楽しいっすわ、うん、おもろい。ソーセージパリッと朝食、うまい、ほんまにうまいな。喉詰まったやろ、うん、あ、これ次味噌だれでいくわ。こっちでいってみよう。こう味噌だれにこうつけて、これね、美味しいな、味噌だれ、うん、味噌だれもうやな、でもあ、ビール、いつもさ、一人焼肉やってる時これ使ってるやん、我が家は、我が家は井上さん。でも、今日はたっぷりこの成田さんの、何だこれ、こっちじゃん、こっちじゃんねん、こっちじゃんねんからドローっとすんねん、このドローっとした焼肉のタレうまいな、うまい、うん、別にね、成田さんをおすすめするわけじゃないけれども、ほんまに、なんていうの、気になる人あったらこういうコチュジャンを混ぜたら焼肉のタレ美味しいぞ、うん、ということで、もうこれは今返したけどええんか、これ楽しみや、これちょっとコチュジャンで打ってみようかな。これ我が家は焼き鳥屋さんにコチュジャンたっぷり入れてみたやつに今返したやろ、この豚肉、これこれこんなやつ、これ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 ね、これをパラッとこう入れるでしょ、んでこんな格好でいってみよう。ほんまうまいな、これはうまいわ。コチュジャン入れたらほんま味変わるよね。
ウィル。うまいなぁ。うん、うまい。あれ、ビールないぞ。ビール取りに行こう。ということで、いつものアクアゼロ持ってきましたんで、ここで入れる。ええ感じに貼りました。これでここに置いといて、今のでもこれあれやな、そうやな、ちょっと野菜もいこうか。もやし、もやしね、あ、見える、もやしね、これもやしをちょっとこう、あ、もやしばっかりちょっと焼いてみようか。もやしな、もやし美味しいもんな、これ。これでいこう。これでその間にこの中華いこうか。中華、中華いこうか、中華くらいね、これね、これ、これいっときましょう。うまいね。うまいわ、ほんまに。なんとも言えんな、この脂っこさが。ほいでビール、冷たいな、冷たいやつやな。前の僕の動画見てくれてる人は知ってあると思うけど、冷たいっていうのは、あの、冷たいっていう、あの、なんかちょっとおちゃらけた言い方っていうかな、冷たいねーっていうような感じだね、うん、で、この、もやしな、もやしとかのこういう、ほんま今日はあれやろ、オーソドックスやろ。いつもはな、いろんなこう野菜、ナスとか、なんや、玉ねぎとかあれしてるけど、あれしてるけどっていうのがおっさんやからあかんな。ほんまに今日はね、肉を、肉だけを、その肉もスーパーで売ってる安い肉をメインにちょっと晩酌したいなと思ったんですよ。だからほんまに、皆さん、あの、気軽にできる晩酌だと思うんですよ。今日さっきも言ったように、舐めたお肉だけで舐めない2000円かかってないからね、1500-1600円だからね、うん、まあまあビールは買いだめしてもらうとあかんけど、あかんけど、あけんけど、なぜなんか生まってるけど、うん、ということで、もうぼちぼちいってみたい。うん、一回これ今度さっきこっちで食ったから、今度この味噌で食べてみようか。このもやしを、もやしをちょっとこう取って、こういうもやしを味噌で食べてみる。味噌だれでもやしってあんまないっすよね。こんな感じで。で、入れて、味噌だれでもやしはないけど、なんかうまそうかなと思って、こんな格好でいっときましょう。うん。やっぱ美味しいな。味噌でも合うわ。全然塩コショウとかもやってないでしょ。ほんまに焼いて味噌だれにつけただけ。もやし、ほんまに食感もええし、安いし、ほんまにいっぱい食べたらお腹いっぱいになるし、たまりませんな。これはええ食材は。ほいでビール、うまいなぁ。うん、続いてはほいだら、こっちに焼肉のタレに行ってみようか。もやしね、もやしを、これね、もやし、もやし、大量のもやしを焼肉のタレで行ってみましょう。大丈夫か、つかめるか。こんな感じで、こういっときましょう。うわー、これはどっちがうまいかな。もう味噌もうまかったよな。うん、僕はでもこっちの焼肉のタレとこっちが入れた方が好きやな。うまい。ほいで、ビール。
まいな。ビールかってほんまにこのあれな、アクアゼロの方が慣れ親しんでるからかな、美味しく感じるな。うん、ほんまにこれがあるからこそ暑い明日も頑張ろうかなっていう気になりますわ。ね、あの皆さんはほんまに何ていうの、人それぞれね、今日何ていうかな、今日あったことを反省する人もおれば、何ていうかな、今日あったことも忘れたいっていう人もおるし、でまた、ああもう明日も頑張らんしゃあないなって思ってる人もおるし、まあ人それぞれやからね。でも何ていうの、そのお酒って、あの僕いいなと思うのが、人それぞれの何ていうかな、遊び方ができますよ。遊び方って言ったら言い方悪いけど、何ていうかな、あの普通なんか楽しいことやったら明日はこんなことあるかなっていうだけやねんけど、お酒ってさ、アルコール入ってるから、なんかこう愚痴っぽいっていうのかな、なんかその忘れたいことっていうかな、もう腹立つようなことがあって、もう酒飲んでもう忘れたろっていう感じになるから、お酒ってそういう意味で言ったらいろいろ使えますやん。まあお酒さんに申し訳ないけどね、何でもかんでもお酒を使って申し訳ないなと思うんやけど、でもあの気持ちの持ちようでね、あのお酒をいろいろ楽しめたらそれはそれでいいことやんか。だから僕も毎日そうやってお酒飲むっていうのはそういうことなんですよ。なんていうかな、嫌なこともそれは毎日みんなありますやんか、当たり前なようにね。でもそのそれをなんか思い悩んでる、嘆く、思い描く、よう分かんないけど、思い悩んどったかでしゃあないことやから、もうそれはそれで忘れなしゃあないからな。だからこうやって晩酌をしもって、で今日あった嫌なこと辛いことはもう忘れるというんか、まあまあそれでそれをそれえそれそれでそれはって言うてるやん、それはそれでええとして、まあ今日は楽しんでまた明日から飲もうかな、楽しもうかなっていう感じの晩酌ですからね。ということで、もやし、うまい、ビール、うまいね。ということで、ちょっとこの一番今日の高級バージョンのこのね、牛肉ってこか、牛肉、これなんやろ、すき焼き用とかそんなんかな。これちょっと1枚だけいって、あ、ね、あれね、鶏肉もいっとくか、鶏肉ね、鶏肉は一番時間かかるからね、鶏肉さといっとくか、それでこれパリッと朝食、これもいっとくか、さっきぐらいいっとく、でこう一回、うん、で返す、いいですか、これ広げたらまたあれやから、あれやからってなんやねん、あのね、焼肉もいいんやけど、あの焼肉っていうか、我が家は焼肉さんのああいうタレもいいんやけど、僕はほんま味噌ダレであっさり食べたかったん、焼肉を。だから今日のこういう焼肉になったんやね。でこれをどう焼く、どう焼くっていうか、なんか大丈夫かい、これ焼けてるかい、でこれでいいんかな、もういける、ちょっとこれをあの味噌ダレでいきたかったんですよ。このこれ牛肉ですよ、牛肉を味噌ダレにチャラッとこうつけて、なんとなくね、和風っていうか、和風チックに焼肉を楽しみたかったなっていうのが今日の、コンセプトやね。ということで、ごまだれに浸しました、これ焼肉、うん、ほんまにごまだれ風味、これどこの、みつかんや、みつかんさんのこのごまだれ美味しいですよね、ちょっと濃厚なのがうまい、うん、これでビール、うまいなぁ、うん、たまりませんな、うん、ねえ、最近また
この一人分社買ってライブもするようになって、いつでしたあれ、前にねやって、その時に初めてこの何だろう、パリッと食感のこれ作ったわけで、僕無名なメーカーさんで分かれへんなと思ったら、そこでコメントいたんですよ。あ、希望する無名違うでって、めちゃめちゃ人気あんねんねっていうのがあって、ほいでそっから好きになって、ありがたいですよね。世のやっぱお母さん連中って毎日スーパー行ってるから、いろんな商品見てるやんか。で僕も独身やから、毎日は行けへんねんけど、ちょこちょこスーパー行くから見てんねんけどね。でもそこまで何目を肥やして見てないから、やっぱ奥さん連中とか奥さん方々には語れへんけどね。でもやっぱり女性の目線ってやっぱ素晴らしいな。うん、美味しいものよ見てはるわ。うん、あれですか、世の男性連中って言うたら言い方悪いな、男性の方々もスーパー行きはる人ってそんなに多くないでしょ。男性の方やったら特に若い方はね、スーパーよりはまあ何ていうのコンビニか知らんけど、僕とか同年代ぐらいの人やったらね、スーパーはまず行けへんでしょ。奥さんが行きはるでしょ。奥さんとかまあ、彼女さんかな、まあまあ彼女さんっていうかまあほぼ奥さんかな、行きはるからね、分からへんけども。だからほんまにね、スーパーの値段の変動かって結構分かんねん、ちょこちょこ行っとったらね、奥さんの方々分かりはるんだよね。ほんまにね、倍ほど違うときは、倍ほどみたいな、ちょっと言い方悪いけど、この豚肉とかでも、この味の300g やったら300円ぐらいで売ってるやつが500円ぐらいの時とかあんねやんか。だからほんまにな、なんとかな、節約の仕方っていうのかな、ありますよね。これ、考えて買い物せんと、ほんまに同じだけお金持っとったかって、えらい損すんでいるのあるよね。奥様の方々、連中って言いかけた奥様の方々、そうですよね。ほんまにそう思うわ、うん、ほんまに考えて買わんと同じお金はあったかって、あれはえらいことなんだろうということで、これはウインナー返すやろ。でこっちで、あ、ちょっとこの豚肉焼いてみようか。バイバイ。これが生姜焼き用か。これを今度はさやな、コチュジャンたっぷり、コチュジャンたっぷりの我が家が焼肉屋さんやねんけど、またそこにネギ足しとこうか。ネギ足してこんな格好でいったところに、でこれを返す。ちゃーんと豚肉やからさ、あんまり舐まれ食べたら怖いやん。あんまり舐めたらさ、舐めたら、ちゃいちゃい、舐め、食べたら、あれそうやな。いや、あんまり、酔うてるから、ようわからんけど。焼きすぎてもいかんからな、このぐらいかい？もうええかな？もうええかい？このぐらいええと思うで。これかい。生姜焼き用の豚肉、こんな。これを、我が家は焼肉屋さんのコチュジャンたっぷりのところにこう巻いて、これでいってみよう。うまいな。見る。うまいわ。うん。ほんなら、ついには、この鶏肉とか行ってみようか。この辺な、もう焼けてるやろな、お前ね。鶏肉ね、鶏肉、こんなやつを、我が家は焼肉さんのコチュジャンたっぷりの、ネギたっぷり。ネギたっぷりで、たっぷりでもないか？なくなってきた。いとこは。うまいなぁ。ほんまに、何だろう。皆さん、僕の、一人晩酌の焼肉って、肉の岡山さんとか、ちょっと高級なもんばっかりやったか、結構。生精米もそうやし、
7000円も高いんですよ、あれ。ビール、うん、ほんまにね、安くはないね。1人前1000円やったっけ。1000円か1000円、そんなもんやな。だから2人前とかで2000円とかするからね。だから高いんですよ。今日はほんまに、質素というか、あの安く上がってるわ。中華クラゲいときましょう。ほんまだから今日のこの晩酌はあれですよ、見てる方も全然真似したかって、経済的にまあまあ安いかやったらめちゃめちゃ安くはないけど、まあまあでもこれよりね、なんかまあまあ一応それなりの晩酌やからな、ええー、感じやねんと思うけど、ほんまにあの美味しいよ。牛肉、牛肉もあれば豚肉、鶏肉もあるし、これでちょっと返しておこうか。で、今日はほんまもやしだけ、めっちゃヘルシーやね、これもやし、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 もやしもみんな言っとこう。もやしもみんな言っといて、こうこれね、もやしを入れて、で、焼く。で、その間に鶏肉とこう。鶏肉はこれでいこうか。これね、我が家は焼き肉屋さんのコチュジャン、たっぷりコチュジャン入れた。うまいな、ほんまにうまいわ。これうん、うまい。ビール、うまいね。うん、ということで、もうええか。このウインナーとかもういいじゃん。うわ、絶対そうやね。んで、もやし落ちたし、落ちたけど、戻して、で、こうちょっとやつやろ。で、ええ感じかい。美味しそうな匂いがすんねんけどな、落ちたって。大丈夫？もう、ええんかな。で、ビールいっとこうか。あ、ビールないやん。ビール取ってくる。ということで、ビール取ってきた。だからビールこう入れる、チャラーっと入れて、うわ冷たいわー、ほんまに冷凍室入れてるからだよな、ほんまに冷たいわ。ちょっと見えへんかしらけど、これ関西地ビール、関西クラフトビールやな。うまい、うまいねー。で、ウインナー行こう。ウインナーね、ウインナーちょっと待って、取れた。はい、ウインナーいっときます。取れた。パリッと朝食やな。いっときましょう。うん、うまい。で、こっちのウインナーは味噌でいこう。で、味噌をこうタレッとつけていこう。どっちもうまいな。うん、味噌もうまいな。うん、これはうまい。これでビール、うまいな。うん、ほんまにちょっとこう焼いて、自分のこう気まぐれのままに晩酌するとうまいっすよね。これめっちゃうまそうな匂いもしてるし、音もしてるし、皆さんどうですか。めちゃめちゃ美味しそうに感じない。たかがもやしやで、たかがもやしだ、もやしさんに怒られるけど、でもほんまにね、言うてもたかがもやしやからな。もやしの風味っていうかな、それがこのこんだけ美味しく感じれるんやからね。落ちてるで大丈夫。はい、で、こうやって、これは何でいこう。味噌でいってみようか。もやしを、味噌風味のもやし。大丈夫？味噌風味のもやし。これ、こんな感じ。で、
味噌風味にこうタラッとこう出るの。うんで、いっとこう。うまいな。ほんで食べ比べ、我が家は焼肉さんの何コチュジャンバージョンで、こう入れてコチュジャンバージョンにこう入れて、でどっちがうまい。でこれがもやし、ああこっちの方がうまいやん、うん、うまい。コチュジャンの風味がうまいな。うん、ほんまにこのもやし、このコチュジャン入った、我が家は焼肉屋さん、ここにもやしとかめっちゃうまいよこれ。こんなん、いっとこう。うん、うまっ。おいしい、ビール。うまいな。うまいなぁ。うん、ということで中華クラゲいっとくわ。これな、中華クラゲうまいなこれ。いっとこう。大丈夫か、取れるか。いけたね。はい、中華クラゲ。うまい。これで見えるうまいな。でもほんまにあれでしょ、今日ほんまに気軽な、感じの食材っていうかな、そんなにええとこの肉も買うてないし、なんで肉の岡山さんとかも行ってないけど、この豚肉行ってこいな。こんなんもな、ほんまにどこのお肉屋さんっていうか、あ、売ってるもんな。ちょっと待って、取れへんかった。ほんまに薄いっていうかな、この生姜焼きの豚、これ美味しいで。で、ちょっとこう焼いたから、ちょっと返すね、すぐ。これね、こんな感じ。ちょ、動いたい。おいで、あとウインナーはな、ちょっと焼いとかなあかんか、ウインナー。これ、パリッと食感のウインナーやな。焼いときましょう。で、これこう入れ、こう入れて。まあ、ウインナーええわ。もう全部入れとこう。ウインナーな。ウインナーなくなった。なくなった。もう豚肉ええかな。これ今日結構気に入ってね。我が家は焼肉屋さんにこのコチュジャン、コチュジャンをたっぷり入れてみて、ネギ、あ、ネギないな。ネギもしくは入れば。ネギこう入れてみて、これね、ネギをこうたっぷり入れてみた、ここに、ここに、この、豚やな。豚を入れましょう。豚肉のこういうちょっと生姜焼きバージョン、これをこう、あー大丈夫、落ちた。これこう入れて、んで巻いて、いけますか。これでいっときましょう。うまい、ビール。うまいな。このコチュジャンたっぷり味うまいな。あ、でも味噌だれでもいってみようか。味噌だれな。味噌だれでもこの豚ね、豚肉さんを味噌だれでも、味噌が食べたかって
今日のほんまにな、今日久しぶりにねしゃぶしゃぶでもよかったんけど、味噌食べたことなかったから、これこれこれ味噌の風味を食べたかって、これ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 いってみましょう。うまいね、あっさりしてるわ、うん、楽しいな、うまい。え、こうやってほんま晩酌すること楽しいよね、ほんまに。なんていうの、あの一日の嫌なことが忘れられるっていうかな、明日からも頑張らなあかんね、頑張らなあかんねんけれども、逆にこれがあるからそのリセットできるっていうかな、うん、そう思う。おっちゃんは、おっちゃんはっていうか勝手に思ってんけど、大丈夫か。で、何する？鶏肉いっとこうか、鶏肉ね、鶏肉をこう入れて、ちょっとこの見えてます？焼肉のタレね、ちょっとこのコチュジャン、コチュジャンな、コチュジャン、ちょっともう一度入れてみるか、これうまいね、入れたコチュジャン入れたらうまいね。コチュジャンとネギも入れとこう、ネギも入れて、で、こうちょっとこうチョイスするというか、混ぜるというか、うわめっちゃ風味も豊かやねん。この焼肉のタレ以外のこのコチュジャンの風味、これたまらんよ。あれじゃ、これ成田さんのコチュジャン、これ通販で持ってるから、僕が買うてんのはアマゾンやねんけどね、あの通販で持ってるから、気になった人おったら買うてみて、気になった人おったらって言い方失礼やけどな、ね、うん、ということで、さっきこの中華いっとこう、ちょっともう最後やねん、中華クラゲ、中華クラゲこれ捕まえへんやろ多分な、これいっとこう、うまい。で、まあね、うん、で、ビール追加、追加というかおかわりな、おかわりはチャラーっとこう入れて、入れましたということで、ね、だいぶ空いていたぞ今日もなあ、ほんまに。これ味噌だれ風味の、で、鶏肉があって、で、そこで食べれるのは、この牛肉なんかは多分な、生で食えると思うから、牛肉、これいっとこう、牛肉をいって、多分牛肉は生でいけると思う。生でな。生って言うと言い方が悪いからな。だから、ちょっとこう、牛肉は、何だろうな。ちょっとこう、粗めにちゃうな、なんか牛肉はちょっとこの強硬的だとかやからな、牛肉はちょっとこう丁寧にちゃうな、ちょっと雑に焼くっていうか、大丈夫か、酔うてるぞ、だから酔うてんねんけど、まあ、それはええねんけど、あんまり焼きすぎたらあかんから、ちょっと待ってや、もうこのぐらいでいいと思うで、牛肉やね、でこれを味噌でいこう、で、牛肉はな、もうええと思うやん、こんなもんで、これいこう、牛肉あんまり焼いてあげる、これを味噌だれにこう浸しておいて、こんな格好でいっときましょう。めっちゃやばい、最高デビル、うまいな、うん、うまいね、やっぱりなんていうの、半生の牛肉やったら安心できるもんな、鶏肉はまあさる、ベストして、豚肉はようやかんと怖いもんなっていうのがよう聞くんやけど、その専門家じゃないからよう分からへんけど、で、この辺の、なんだ、
パリッと朝食、これ返しとこうか。で、こう返せよ。ええ色になってんな。もうちょっと鶏肉焼いとこうか。鶏肉ね、鶏肉時間かかるからね。こう、鶏肉ね、時間かかるから焼いといて。でも鶏肉はいいんやけど、ほんまにこの豚肉、豚肉ちゃう、あ、牛肉、牛肉うまかった。これちょっともうちょっと半生でいってみよう。もうちょっと半生で、次はなんかコチュジャンいいやつでいってみよう。牛肉な、もうええんちゃうか、もうええか。これな、ちょっと面積狭いかな、焼くところの。もうええかな、もうええ、もうええかい。うわうわええ感じちゃうん、これ。もうええかい、もう一回返す、もう一回返すかい。こんなもんでええかな。なあ、あんまり豚肉、あ、豚肉じゃわ、牛肉な、焼きすぎてあかんもんな。もうあんまりピンク色が残ってるぐらいでええと思うから、これでいこう。これで、ちょっと待てよ、これこれ、これが牛肉の、我が家は焼肉さんのコチュジャンたっぷりのネギたっぷり、ネギたっぷり、たっぷりやな、そうやな。どこ、いっときます。うまいな、最高、めっちゃ柔らかい。これでビール、うまいな、最高やで。うん、ということでもう返しとく、この辺返しといて、これ大丈夫、ウインナーも返しとくかい。もうええかい、これで。あ、豚肉もいっときましょう。これこれこれ、ここもちょこっとこう入れて、こう入れとく。いいな、豚肉も美味しいね。豚肉でもよう焼かなあかんからな、怖い、ね。うん、もうええかな、豚肉、もうええ感じ、もうええ感じ、もうええ感じやな。こう返せよ、これで様子見ようか。で、この豚肉を我が家は焼肉屋さんのコチュジャンたっぷりバージョン、これでいってみよう。これ、ええ感じやと思えへん、これちょっと生焼けというか、豚肉やからな、結構焼いたんやけど、こんな感じ。これいっときましょう。うまいね、ビール。うまいな、うん、たまらんな、ほんまに最高やわ。で、この鶏肉とかも返して、ほんで、どうなってる、こう、なんやった、パリッと朝食、なんやった、なんやな、ウインナー、このウインナーうまいじゃわ、うん、うまい、ドワエーって何でん、うまい。ということで、待っとこ。で、その間にこの最後の豚肉いとこ。豚肉はな、生でもええもんな、豚肉。ここでちょっとこう、こう入れとくやろ。豚肉は生でええもんな。こう返しといて、半生でどっちでいく？難しいな。味噌だれか？こっちの我が家焼肉屋さんのコチュジャンか？難しいな。で、これ豚肉やで。豚肉じゃ、牛肉やで。牛肉やから、牛肉は半生でいいからな。せやな、やっぱりごまだれでいこうか。ごまだれな、すくい、ごまだれが食べたかったしな。もうええかい、もうええかい、まだかい。こんなもんかな。豚肉で、豚肉ちゃう、牛肉やな。牛肉は半生でいけるからな。これでいくかい。よし、ほな行こうか。牛肉な、最後の牛肉で、これ牛肉のこんなやつ、これを
さらっとこの味噌だれに浸してたっぷり浸して、ちょっとほらピンクのところ残ってるからね、これ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 いっと、ほんまにやっぱり、なんていうの、歯ごたえがどうのこうの言うとかで、やっぱりこの牛さんのお肉うまいな。これでビール、開いてしまった。もうねか、この鶏さんとかこの辺いけるかな、これ鶏肉、鶏肉のこの辺の我が家は焼き肉さん、コチュジャンたっぷりこの辺入れてみようか。これこれこんなやつね、コチュジャンたっぷりの我が家は焼き肉さん、ダブルでいったらどうや、ダブルでよういくやろな。うん、これはうまいな、めっちゃ最高。うん、ほいで、あ、ほいでほいでビール言おうもな、ビールなかった。あれ、ビール取ってくる。ということで、ビール取ってきた、ビール取ってきたからまたここに入れる。ビールな、さっきほんまビール飲もうかな、ビールなかったやん、ね、このぐらいしようか。あんまりな、これ容器入るから、このグラスこれね、ほんで、ウィンナーとかよくやるやん、ウィンナーこの辺割れてるし、これパリッと朝食ウィンナー、もう一個入れとか、これこの辺もやな、これこれウィンナー、ウィンナーね、パリッと朝食ウィンナー、パリッと朝食、パリッと朝食ウィンナーいっときましょう。うまい、うまいなぁ、これはこのウインナーほんま美味しいな。あっこビールむせてもうだれで、ウィンナーちゃうわ、これは鶏やな、鶏肉、ちょっと待って、ダブルでいこうか、鶏肉な、鶏肉ダブルでいっときます。もうちょっとなんか段があったから、これはいっとこう、で、入れて、鶏肉のな、鶏肉のこの歯ごたえも美味しいもんなね、これいけど、お前は、うん、ほいでビール、うまいね、うん、でウインナーもいっとこう、ウインナーな、ウインナーもええ感じやな、ウインナーもこれ最後やからな、この辺これパリッと朝食なんちゃらウインナー、これこれやっぱり美味しいわ、うん、無名っていうかメーカーさんは知らんねんけど、スーパーで前にねライブ配信あった時に言われてるのが、あの人気商品らしいわ、これうまいで、うん、うわっ、うまい、あっつ、うん、おいしいね、ほんまに、うん、うまいわ、ほんま、何やった、もう一回言うか、パリッと朝食、これこれこれね、ほんまにうまいわ、うん、ウインナーいっときます、うん、ちょっともうまとめていっとくわ、あっこ
うまい。ビール。うまいなぁ。うん。ということで、豚肉、豚肉、鶏肉いとこは、鶏肉時間かかるもんな。これ焼いとこ。鶏肉な。時間かかるからな。これ焼いて、で、豚肉はまだいけるかい？これこれこれ。豚肉はな、豚肉は一枚しかない。生麺焼く？で、こう焼いて、もうぼちぼち豚肉いけるんじゃん。これ。返す？あ、大丈夫。くっついてる？こう返せよ。まあ、ええ感じ。鶏肉はな、時間かかるもんな。鶏肉ね、時間かかるから返しとくんやけど、豚肉はな、もうええ感じか？もう豚肉ええ感じ？このコチュジャンたっぷりの我が家の焼き肉屋さんの行こうか？ええ感じやわ。こんな感じで、裏、こんな。で、これをコチュジャンたっぷりで、コチュジャンたっぷりの我が家の焼き肉屋さん見つけて、こう挟んでいってみるか？こんな感じで行ってみよう。うまい。うまいな。このコチュジャンの風味がたまらんわ。ビール。うまいね。もうぼちぼち返す。鶏肉さんも返しといて。ええかい。鶏肉時間かかるもんな。時間かかるし、あの油があるから結構弾くねんな。こういう時にもこの豚もほんまに最後やから、これもういっとこうか。豚こう入れて、こっちもいいよ。これ最後や。ほいで待っとこ。もうええかい。もうこの豚肉とかええんじゃん。ええ感じやろこれなあ。豚肉よう焼かなあかんねんけど、焼きすぎても怖いもんな。鶏肉とかこの辺はちょっと時間かかるもんな。もうええんちゃうかこの豚肉とか。もうぼちぼちええような感じすんねんこれ。うわー、ええ感じやな。うん、もうええ感じで、これはなんや、この我が家の焼き肉屋さんのコチュジャン入り、これでいっておきましょう。これこれ、こんなやつ、こんなで、ちょっと垂らして、で、まとめますか。まとめて、こんな感じでいきましょう。うまいね。ビール。うまい。じゃんじゃん行こう。この豚肉うまいじゃん。豚肉。そうやな。味噌だれでいこう。味噌だれ。豚肉ね。豚肉を味噌だれでいっときまーす。な、味噌だれが好きやったもんな、今日は。これ、味噌だれで、こう取って、これこれ。こんな感じでいっとこう。うまいな。ビール。うまい。うん。もう返しとく？鶏肉ももうええ。あんまりな、焼きすぎたらいかんし、熱いのに飛ぶみたいな。ちょっと全熱しとく？全熱しといて、熱しときますや。もう、余熱でいこうか。なあ、鶏肉もうまいな。で、鶏肉は何でいく？これいこうか。我が家は焼き肉屋さん、のコチュジャン、コチュジャンたっぷり、これでいこう。これうまい。うまいな、これほんまにうまいな。だから、待って、こうやってあかんから、この辺、3つまとめていこうか。3つ、4つ、なんかよくわからない。これこれ、鶏肉、これをコチュジャンたっぷりの我が家は焼肉屋さんにこう混ぜてみて、ほいで
ちょっと待って、あこれで、なんかいっぱいが、こんな格好でいっぱいになってん。これいっとこう。いただきまーす。うまい！ビール。うまいなぁ。うん。ビール追加しよう。ビールな。ビールを回せ。どこまで飲もう。ほんまにこの歌、後もよぎるわ。あの、コメントでも、あの、長かったけど、これ僕の、なんだろう、あの、勝手な作り歌じゃないからね。20年か25年ぐらい、下手したら30年ぐらい前のコマーシャルソングやね。うん。ほんまに知ってる人は知ってんねんけどね。そういうことね。鶏肉いっときまーす。いっときまーす。うまいな。うまい。小指が立ってますわ。最高やな。うん、で、もう、なんやかんや腹いっぱいやし。で、この焼き鳥で最後やな、これ。いっときましょう。うん、うまい。ほいでビール。うまいな。うん、ほんま今日もなんていうの、気軽に晩酌のつもりが、あ、まあ気軽に晩酌やってんけど、ちょっと食べ過ぎたかないう感じなんで、まあ皆様も食べ過ぎにはご注意をいうことで、飲み過ぎにもご注意くださいね。ということで、ね、皆さんいつもながら長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook、 それとブログのシェアもお願いしますね。ということで、さようならー。